レトロな雰囲気が漂う看板にみかんが置かれたこたつ、どこか懐かしさを感じるこちらの部屋、ホテルの一室なんです。オリエンタルホテル東京ベイで先月から販売している昭和レトロ 2.0 プラン。一番の目玉は部屋の真ん中にあるこたつで、ターゲットは今10代後半から20代前半の人たち、つまり昭和を知らない世代だといいます。こたつの上にはみかんやお茶、駄菓子、カードゲームなどがあり、一日中こたつに入りながら昭和時代にいるかのような時間を過ごしてほしいということです。他にも昭和レトロを体験できるのが東京・浅草にある創業100年の老舗写真館マルベル堂。こちらでは70年代や80年代の衣装と小道具を使って昭和アイドル風のプロマイド撮影ができます。この日やってきたのは宇根浦舞さん28歳。平成生まれですが、親の影響で昭和のアイドルが大好きだといい、先月初めて利用したところ楽しさにはまり、今回2回目の利用です。どれも可愛いわ。迷いながらも Y さんが選んだのは赤い水玉模様が特徴のアイドル風ワンピースです。いや、もうすごいテンション上がります。ハックをつけてタイムスリップした気持ちになってます。憧れの昭和アイドルの姿になり笑みがこぼれる舞さん、撮影アイドルさながらのポーズで何カットも撮り、1回目の撮影は終了。次に舞さんが選んだのは肩パッドの入った紫色のセットアップです。思わず踊り出したくなるほどバブリーな雰囲気に。先ほどのアイドル姿とは対照的にクールで大人なポーズを決めていきます。撮影終了後、昭和らしく写真を現像して紙でもらいました。すごい素敵です。ありがとうございます。出来上がった写真がこちら。昭和アイドルらしいポーズや同系色の衣装と背景などレトロ感満載の仕上がりです。